君の鼻毛は長い、切っても切っても伸びてくる、指の先で引き抜くたびに、痛くて涙がポロポロ流れてくる。眺めるたびに、なぜかおかしくておかしくてたまらない、昨日をしばらく忘れてたら、鼻毛と鼻毛がよち出ていた、赤の鼻毛と緑の鼻毛と茶色の鼻毛と黄色の鼻毛と白の鼻毛と黒の鼻毛が変化してる、ハサミの先でチョキンと切ったら、2年生の時からです。でも最近亀裂が生じました。今年の3月です。彼はとうとう僕以外の女を取って結婚してしまいました。思い出せばいろんなことが彼と僕の昔のことを頭の中にぐる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 思い出されます。いろんなことがありました。彼は経済学部、僕は法学部。僕たちは勉強もよくやっておりました。彼はいつも競馬新聞、それから競輪の予想表、そういうものを小脇に抱え、右手にギターを持って学校に来ておりました。僕はといえば、左手には見開きの哲学の本、右手にはこんなに厚い法律の辞書を5つも6つも小脇に抱えて、左の方の見開きの本を読みながら、背中には薪を背負って通っておりました。いろんな思い出があります。本当にいろいろあります。でもとうとう彼は僕の元を去っていきました。思えば長い年過ぎだったけど、別れることは辛いけど仕方がないんだ、君のため。別れに星影のワルツではない、僕が作った愛の歌を送ってあげよう。